バス停付近の風景最古の郊外の一つバスの旅行客に無届けで菓子を売る人々クーエクはジンバブエ中央のミッドランズ州の都市。2012年の人口は10万900人で7番目に大きい。北東のハラレと南西のブラワヨの中間に位置する。1898年に鉱山都市として建設されたジンバブエ国立鉱山博物館がある。 クーエクーエは、ズールー語で、解決病、海鮮、かさぶたを表す。近くの川の河津の鳴き声から取ったという説もある。クーエクーエと、近くのレッドクリフには、ジンバブエ最大の鉄鋼会社の、ジンバブエ鉄鋼会社の本部がある。また、同国最大のフェロクロム会社の、ジンバブエ製鉄会社の本部がある。郊外のムニャーティには、同国最大の電力会社である。 ジンバブエ電力供給機関がある。クーエクーエは、同国で最も鉱物資源に恵まれた都市である。標高二2 2 0メートルのハイベルドに位置し、気候は穏やかである。年間平均気温は、摂氏19度で、夏は長い。乾いた年は湿った年より暑い。雨季は、夏の11月中旬から3月中旬に、寒季は、冬の5月から8月中旬に来る。 冬の夜は寒く、最小平均気温は摂氏7度まで下がる。2014年11月21日、空へくゆ競技場乱射事件が発生し、11人が死亡、40人が負傷した。ありがとうございます。